吉野家は11月1日から冬の定番牛すき鍋膳を全国の吉野家で発売します。それに先立ち東京女水会館で発表会が行われました。発表会では川村社長が2013年に発売して今年で4年目を迎えます。今年の牛すき鍋膳は牛肉と半日分の栄養が取れる野菜に加えてタレをブラッシュアップ、さらに美味しくなりましたと商品説明を行いました。この日はゲストとして映画監督の福田雄一氏、俳優の佐藤二朗氏が登場。川村社長と3人によるトークセッションが行われ、牛丼で育って大きくなったなど牛丼にまつわる話で大いに盛り上がりました。この後福田氏と佐藤氏による試食が行われ、猛烈な勢いで食べる2人の姿に報道陣も爆笑でした。牛すき鍋膳は昨年からテイクアウトにも対応、今年は並盛り4食分の牛鍋ファミリーパックが販売されます。また地方限定鍋カラカラキムチ鍋膳、鬼から豚チゲ鍋膳など地方でしか食べられないユニーク鍋が登場します。吉野家ホールディングス入江さんにお聞きしました。牛丼とか豚丼に比べますと、その工程費で申し上げますとやっぱり高齢の方が多いですね。特に男性の方の喫食率が高いですね。1000円以下ですき焼き定食を食べれるっていうのはマーケットからすると評価がリーズナブルで高いのかなというふうに評価してます。